2周です。まずは岐阜勢前に出ていくでしょうか。抑えました。2番の永井清文、7番山田裕二、あとは高一から3番村上博之もレースを進めていこうとしています。そして9番の山崎義人、後ろからは4番の坂本龍馬、まもなく打賞を迎えていきます。少し牽制状態、この9レースの優秀戦ライン細切れ戦ですが、どうか。まだ牽制しながら後ろから4番の坂本龍馬上がっていきますが、前段は岐阜勢です。2番永井清文、7番の山田裕二、しかし一気に4番の坂本龍馬前に来まして、ここは番手に絡んできました。坂本龍馬番手奪い取ったか。そして7番の山田裕二遅れて3番手です。2番永井清文が短期先行、番手は4番坂本龍馬が奪い取っている。7番山田裕二は3番手、さあ後方から9番山崎義人がまくってきていますが、どうでしょうか。最終の3コーナー、2番の永井清文先頭、10段が3番村上義人が迫ってくる、村上弘之迫ってくる。さあ2番の永井が先頭、4番の坂本龍馬直線コース先頭かかって、3番の村上弘之が追い込んで5輪、村上弘之です。追い込んできました。あとは混戦、9レースの S 級優秀戦、自力のまくり追い込み岡部、残りは2周回です。7番の村上義弘が前にいます。村上と一打、近畿勢が人気、これをかわして、まずは北日本勢は8番佐藤智和、4番岡部義行です。2番平原光太も来ました。平原光太上がっていくのか、いや8番の佐藤智和がペースを上げています。一旦突っ張っていきますが、2番の平原も来ている。7番村上義弘は中段、後ろからは9番の浅井光太、ここは突っ張っていく。8番佐藤智和、岩手の佐藤が先行していきます。1番平原光太が後位3番手ですが、9番の浅井光太も巻き返してきています。7番の村上義弘は中段、内に立ってちょっと厳しいか。村上も粘っていますけども、前段は北日本勢、主導権は8番佐藤智和、番手4番の岡部がガードしています。前段北日本勢混戦になっていますけど、2番の平原光太3番手、あとは1番の加藤新平迫ってくる。大混戦ですけども、4番の岡部義行先頭に変わってくる。さあ岡部が先頭を追って、2番の平原光太が最後並んでいます。5輪、平原光太か、それとも4番岡部義行か。最後は接戦、平原と岡部、あと内から3番の市田和弘も来て、ウィブ勢3番小島啓治、7番の山口浩二、一旦9番武田を牽制して上がっていきました。3番の小島、6番山賀雅人も来ています。今度は千葉勢か、9番の武田も抵抗していますが、前段は千葉勢に変わっていきます。打賞を迎えました6番の山賀雅人、1番海老根啓太が続いていきます。そして後位からは9番武田豊樹、2番の伏見俊明が続いていきます。残り1周です。3番小島は6番手、5番石丸は8番手になっています。さあ後位3番手から9番武田豊樹、武田が一気にまくっていく。1番の江根が抵抗したんですが、先頭は9番武田豊樹に変わっている。後ろからは3番の小島啓治も来ています。最終の3コーナー、2番の伏見がブロック。前段は人気のラインですが、9番の武田豊樹、2番の伏見、3番の小島直線コース横一線、最後2番の伏見が追い込んで並んでいます。5輪接戦、8番の小倉も来ました。伏見と小倉、さらには3番小島、大接戦です。